イノシシってまっすぐにしか進めないの？みんなこんにちは。ハテナくんだよ。イノシシはまっすぐにしか進めないなんて話よく聞くけど、本当にそうなのかな？今日はイノシシくんにお話聞いてみたよ。やあ、僕はイノシシ。え、僕がまっすぐにしか進めないって？イノシシは走っている最中、方向を変えることができないだろうって？冗談じゃないよ。僕は走りながら右や左に向きを変えたり、急に止まったりだってできるんだよ。一体そんなこと誰が言ったんだろうね。失礼しちゃうな。ところで僕らはどれくらいの速さで走れると思う？なんとオリンピックの 100m 走選手よりも速く走ることができるんだ。すごいだろう。今日のまとめ、イノシシは走りながら右や左に向きを変えたり、急に止まったりだってできる。今日も見てくれてありがとう。君もチャンネル登録して生き物博士になってね。じゃあねー、バイバーイ。